FC 岐阜クラブアンバサダーの南波弘明さんです。はい、どうもよろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。何今日すごい人じゃないですか。すごい人ですよね。なんか南波ファンってこんなにいたんだなって。あれだ、人気がうなぎ登りで、なんかね、まばらな拍手ありがとうございます。そうじゃないっていうね、ちょっとやっつけ感がね、はい、はい、でも本当今日いいお天気になってよかったです ねちょっと雨予報だったでしょ。そうです。いや、まあ、だから今日勝てるわなんて思ってたんですけど、あんな天気晴れられた。そういうね、なんかちょっと雨の日は勝てるみたいなね、だからありますもんね。ね、こんなサッカー日和で、そうですよ、こんな方が来ていただいて、はい、もう勝つしかないでしょ。そうですよ ね他になんか負ける要素が見当たらないですね。負ける要素見当たらない、全く見当たりませんね。そうですね、はい、そして今日ステージの音楽で盛り上げるのは DJ ヤコちゃん、久しぶりじゃないですか。久しぶりです。久しぶりだけど、会わないうちにあれだね、ちょっと襟が大きくなった。成長したよね、襟、はい、どうか会わないうちに、親戚の子と襟が見ないうちに大きくなるってよく聞いたことないですけどね、はい、さあ、はい、今日ガールズフェスということでね、もう本当にいろいろガールズ T シャツが先着500名の方に配られたりとか、まあ、映えスイーツ、映えグルメですか、ガールズグルメとかも販売されたり、いろいろ本当に女性サポーターが喜ぶイベント盛りだくさんとなっているんですが、ねえ、はい、美味しいスイーツ、美味しそうなね、スイーツ。そうなんです。もうなんかちょっとパッと見やろうばっかりじゃないですか、これどういうことですか。いや、本当これナンバーファンがやろうばっかりっていう、はい、ガソリンにしてね、生きてきた人間なんですけど、まあ、引退するとね、こういう野郎ばっかりが出てくるね。おかげで見てるかもしれません。はい、ということで、その、イベントの中に、はいはい、今日の街でプログラムに QR コードが載ってるんですが、はい、そこを読み込むと、はい、投票で選ばれた10名の選手が、はい、ときめきセリフを言っている動画が見れるんですよ。おう、うん、そうなんです。それで、せっかくだから、はい、南波さんにもときめきセリフを披露していただきたいなと思って、はい、私たちのステージ上でヤコちゃんと私、ね、女子いますし、女子、はい、女子、そこは女子、はい、女子です。で、よかったら、はい、ここでかっこいいやつ一つお願いしてもいいですか。わかりました。はい、じゃあカウントさせてもらって、はい、いいですよ。ときめくセリフを僕は言えばいいんですよね。そうです、この女性サポーターに向けて、ね、はい、胸キュンのセリフをよろしくお願いします。わかりました。はい、それでは参りましょう。ナンバーさんのときめきセリフ、3秒前2、1。おい、野郎ども、 SKE とナンバーどっちが好きなの。女性に向けて、女性に向けて、女性だけでね、ヤコちゃんね、ヤコちゃんごめん、あ、女性になったね、やっぱ女性に向けて言ってほしいですよ。わかりました。それでは行きましょう。女性に向けて3、2、1。俺の明日からの豚汁作ってくれないか。小さくなっちゃうんですけど、言ったのは明日の朝から僕の豚汁を作ってくれた。やっぱ昭和なんで、青坂豚汁カレーちょっと迷ったんですけど、やっぱ豚汁かな。なるほど、なるほど。そっちの方が昭和の女子には、昭和がターゲットは昭和の女子ですね。そうよ。そうですか。そうよ。すごい味方いっぱいになりましたよ。あれ、ヤコちゃんどう。私、青さだったらよかった。あ、青さだったら。平成生まれの昭和です。昭和かよ。なんだろ、豚汁だろ。豚汁だろ。豚汁ですよ。豚汁ですよね、ほら。豚汁ですよ。
やっぱり。昭和何年ですか？言えないですね。早い方は遠くですね。遅い方は青さんとか言います。まあでも、はい、響きましたね。あ、ときめいた方拍手を。はい、ああ、はい、そうですね。ありがとうございます。さあということで真面目な話に。真面目な話じゃなかったですね。今ちょっと温めて。ちょっと真面目な話しましたよ。僕はここでは真面目な話しかしないですから。そうでしたっけ。あのですよ。そうですよ。はい、一番気になるところですよね。あの前回のこのホーム戦、今治戦の時は、気持ちが大事。はい、気持ちでしたね。で、一言いただいて、そしたら本当に川西選手の気持ちのこもったゴールが入って。待って。シュート20対2で2対1ってもうこれ気持ちしかないでしょ。気持ちですよね。初めて見ました。こんなこと。でもまあ南部さんの思いは届いてたのかなっていう感じがしますね。はいはい、そしてあの前節はアウェーで先制は0対0のドローで、そうですね、まあ、ちょっと得点が入らなかったのが、はい、ちょっとあと勝てなかったのがちょっとかなと思いながら今日の試合を迎えました。はいはいはい、スタメンとかいろいろ出てますか？出てますよ。スタメンね、まだ変わってますよ。あ、変わってますか？変わってますよ。キーパー松本選手で3バックで藤井に甲斐光太、それから、中盤で久保田、柏木、本田、柏木選手入ったの、はい、はい、橋本、中島、川西で、フォワード深堀と。そうなんですね。どうでしょう今日はね。ねえ、まあ久保田選手が、はい、初スタメンということでね、はい、まあこれはどう攻めていくかっていうのも皆さん分かりますね。ねえ、どう攻めていくんですか？ちょっと後で調べてきますね。みんな分かってない。はいはいはい、どう攻めていくんだろう。ちょっと後で調べてみます。久保選手が入ったことによって、はい、あのまた違う、うん、そうそう効果があるんです。やっぱり久保選手は足速いんで、はいはい、でこの間の、ホームの試合の、今治戦の時ですね、はい、思い出してください、うん、サイドからスピードを生かしてセンタリング上げて、はい、そこに川西が飛び込んだとそういうシーンがありましたよね。はい、まあ、今日はこういう、ね、うん、シーンが多々見られるんじゃないかなと、はい、それを期待したいですね。で、まあ、SC としては、はい、まあ、ここを起点に、まあ、センタリングを多く入れて、はい、まあ、得点を狙ってくるんじゃないか、まあ、前節は、ね、あの得点が入りませんでしたので、うん、まあ、今回はこれを武器に、ね、攻めるんじゃないかと。ね、なるほど、得点ね、入らないと勝てませんの で、 そうです、ね、はい、はい、分かりました。では注目の南波さんからの一言をぜひホワイトボードに書いていただきたいなと思います。この南波さんのね、ありがたいお言葉がね、結構響きますよね。はい、ということで、はい、今日はどんな言葉を書いていただけるのか楽しみですよね。まあ、前回のホーム戦の時は本当バッチリ気持ちが大事だということで大きな拍手が上がりましたけれども、その気持ちを持って勝てたような試合だったから、今日はどんなことを大事にして戦っていけばいいのか、今ホワイトボードに書いてくださっています。さあそれでは書き終わりましたね。はい、はい、まあね、ちょっと前節はまあ、なんていうかね、気持ちいいななんてね、ちょっと皆さんにとっては、おはおい、アンバサダー、ちょっと子供だましなこと言ってんじゃねえよみたいなね、そういうところはちょっとね、あったかもしれません。はい、ですので、今日はね、ちょっと真面目に聞かせていただきたいなと思います。はい、はい、それでは今日のポイントはですね、はい、これです。相手のウィークポイントを消せ。おということで、今ちょっとね、話もさせてもらったんですけど、はい、まあ、サイドにクロス選手を置いて、まあ、より縦に速く、そして、ね、センタリングから得点を狙うというパターンが予想されるんじゃないかという話をしたんですが、
実は今日なんでそういう風な布陣できたかというと、はい、相手は3バックなんですね、はい、で3バックになるとですね、本来4バックですと、きっちっとね真ん中とサイドを、守る選手がいるんですが、これ3バックになると真ん中を中心に守るので、サイドの内からすれば高い位置が空くわけですよね、はい、そこにスピードある選手を置いてそこをどんどん狙っていく、そして速いタイミングでセンタリングを上げていく、まあこれを今日はどんどん出していただきたいなと。はい、すごい、なんか大切なみたいですね。知らなかったですか？いやすごい、なんかもう本当にね、ラゾーンからもうそろそろ声がかかっていいですよ、ラゾーンさん。どこに向かってるんですか、ラゾーンさん。もうギフちゃんだけじゃないよ、俺は。すごい、かわいい、ラゾーン。いやらしいです、ギフちゃんも大事ですね、ね、ね、でもその CCM も大事ですよね。はい、いやでも本当分かりやすかったです、今の。分かりやすかったですか？はい、はい、ありがとうございます。このスタメンになったのはちゃんと理由があって、相手を見て、そうですね、ちゃんとこういうのを見たりとか、しっかりこうあるんですね。はい、でやっぱここら辺はね、やっぱアンバさん、はい、アンバ監督ですね、本当に策が多い監督なんですよ、はい、実はね。そうなんですね。はい、でまあこうやって相手を見ながら選手も変えてくる、はい、で多分、まあ、ここの交代選手のサブのメンバー見てもね、早い選手を、はい、置いてきてるんで、うん、まあ、この交代をどのタイミングで切ってくるかと、まあ、こういうところがね、今日の安間監督、まあ、安間監督だけじゃなくて、ベンチワーク、まあ、こういうところが一つの見ものにもなるんじゃないかなと思うので、なるほど、うん、分かりました、うん、じゃあもう相手のね、いいポイントをつけるかどうか、はい、そしてもうどんな交代インパクトのところもちょっと注目して、そうですね、はい、今日のために、はい、皆さんね、応援していく。行きましょうね。はい、はい、ということでありがとうございました。でもあれでしょ、はい、なんか本当にちょっとアンバサダーらしいと言ってるでしょ。いやすっごくもう、はい、今回はいやちょっとそれ匿名じゃなくてもいいんで、はい、社長にね、ちゃんと取られる匿名いやほらほら、もうこの時期ってほら、ね、もうこれから秋に関わるそうですけど、はい、我々ね、はい、アンバサダーはもう、はい、来シーズンの契約のこととかいろいろあるわけですよ。なんとかなんて大丈夫なんじゃないですか。いやいやいや、そんなことないですよ。選手の時も大丈夫だと思ってたら首切られたんでね、はい、だから本当にこれはね、わからないですよ。はい、わからないですか。はい、なのでちょっとね、ちゃんとね、みんな、いいですか、みんなちゃんと書き込むんですよアンバサダーの説明わかりやすいって、ね、で、あとダブルさんにもちょっと言ってくださいね皆さんにお願いしたんだけどね、みんなの気持ちで、でも本当に皆さんよろしくお願いします。はい、とりあえずこの長さの解説を頭に入れて、今日は皆さん全力で、そうそう、そういうポイントでも、ね、見てください、お願いしますね。はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ヤコちゃん、分かってくれた？ありがとう。ありがとうございます。ちょっと、俺の手をかけてるんで、ちょっと待ってください。そうそうそう、今日いつもね、やこちゃんがね、はい、今日の僕を見てかけてくれるんですよ。あ、そうなんですか。そう、はい、それがぜひちょっとどうか。バンバラバン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 バラバンバン、あ、俺も感動もあるわ、これは。